はい、都市計画学会の、東北大学の乳母浦と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今日は復興都市計画まちづくり技術の伝承ということでお話をさせていただければと思います。まあ、皆様方ご存知の通り、東日本大震災で、都市、それから農村、漁村、非常に大きな、被害を受けたところでございます。町の中に船がいたりとかですね、木造の家屋がほとんど流出してしまったりという状況でございました。で、その後に、復興のですね、まちづくりをどう進めていくのかということで、まあ、様々な計画が作られまして、そしてそれに基づいて各種の事業が行われております。まあ、聞いたことある方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、みんなで移転しましょうという場合には、この防災集団移転促進事業というのが使われまして、それから現地でかさ上げをして再建しましょうという場合には、この土地区画整理事業というものが使われました。それから個別で移転される方に対しては、崖地建設等危険住宅移転事業というものを使った補助支援がなされております。これらの事業の計画に従って、大規模なこのようなベルトコンベヤーが建設されてたところもございます。そしてかさ上げが行われて、新たな町が作られていったと。こちら陸前高田でございます。それからこちらは岩手県の宮古市の田老地区というところでございますが、こちらも被災した後にですね、左側の方にご覧いただけるかと思いますが、こちらの方に新しい高台を切り開きまして、そして新しい住宅等をですね、こちらで再建するという形になっております。これが新しい集落が出来上がっている、移転集落が出来上がった状況です。で、このようなですね、復興の空間計画、新しい町であるとか集落を作っていくという作業というのは、これは当然自然にできるわけではございませんでして、一定の技術に基づいて行われているわけでございます。それを大きく分けますと、4つぐらいに分けることができるかなというふうに考えております。1つ目が計画技術ということです。それから2つ目がその計画を策定する技術。それから3つ目が実現手法に関する技術ですね。この開発運用に関する技術。それから最後がマネジメントに関する技術ということでございます。1つずつちょっと簡単にご説明いたしますと、まず計画技術というのは、これは何を計画するのかということでございます。例えば今回の津波災害でしたら、この災害に関するリスクですね、津波ハザードというハザードとの関係性をどう考えながら新しい町を作っていくのか、防潮堤を建設するのか、それから新しい町、土地利用を計画していくのかということがまず一つ重要になってきますし、それから大きなトレンドとして、日本全国人口減少というものがございます。で、これを考えずして、もう町を作ることはできないということでして、これにどう対応していくのかということも考えないといけない。それから魅力ある地域空間の創出ということで、先ほど西澤先生がちらっとおっしゃいましたけども、大規模なインフラ工事で何を伝承したのかということですけど、そういう地域のですね、歴史であるとか風土であるとかも含めてですが、そういうものを伝承する、そして新しいものを作っていくというところで、この魅力ある地域空間というものをどう創出していくのかということも、これは技術の一つでございます。それから2つ目がどのように計画するのかということでございまして、こちらは例えばですけれども、この住民参加ということで、被災された方々に参加していただいて、それで皆さん方の意見を聞きながら計画を策定していくということですね。このお上がなりですね、専門技術者がこれがいいということで作っていくという時代ではございませんので、特に今回のような被災ですと、そこに住まわれる方というのが最終的には主役になるわけですので、その方々の意見をどう聞くのか、そこにはこの被災者の意向を把握していくということも含まれます。特にどこで再建するのかということにつきましては、非常に被災後ですね、意向が変化してきたということもございますので、このような意向把握というのも非常に重要な技術の一つでございます。それから3つ目が、どのように実現するのかということでございます。計画を書けば、それで、ものが出来上がるというわけではございませんでして、様々な、先ほどご覧いただいたような、防災集団移転とかですね、
それから区画整理であるとか、まあ、そういう事業を組み合わせて実際には作っていくということになります。事業であるとか、土地利用に関する規制であるとか、それから各種補助金のような誘導策ですね。まあ、これらを組み合わせながら、実際に計画したものを作っていくということになるわけですが、その際には、この各種の復興事業をどのように計画して運用していくのかということ。それからそれらが縦割りでできればそれはそれで楽なんですけれども、それではなかなか先ほど申し上げたような理想的な望ましい空間ができるというわけではございませんので、それらをどう総合化するなり総合調整をするのか。例えばこれは気仙沼の大谷海岸というところですけれども、こちらでは防潮堤とそれから道路とそれから広配地の計画ですね、これらが一体として最終的には計画調整されたことによって、まあ、砂浜を守ったりとかですね、そのような形で地区にとっては、まあ、受け入れられるようなそういう空間が出来上がってきたということになります。それから各種補助システムとそれによる誘導効果というものを理解しておくと。例えば先ほど申し上げた崖地近接と危険住宅移転事業、個別の移転に対しても支援をするということは、まあ、そちらに対しての誘導効果というのは出てくるわけですが、それがどの程度どういうところで出てくるのかということについて把握する。これも、一つの計画技術でございます。それから4つ目が、できた空間をどのように維持管理していくのかということですね。こちらはマネジメント技術というふうに書きましたが、まあ、住宅地であるとか商業地であるとか作っておしまいというわけではなくて、それらをどう使っていくのか活用していくのかということがその後に非常に重要になってきます。逆に言いますと、それをある程度想定しながら作っていくということが非常に重要になってくるわけですが、その作った後のマネジメント、まあ、業界ではエリアマネジメントという言い方をしておりますけれども、それをどのようにして進めていくのかということですね。例えば石巻でしたら、これも一つ総合的な調整によってできた川沿いの堤防上の空間ですけれども、こちらを地元のまちづくり会社などが中心になりながら、利用方法を考えていくということも実際に行われております。であるとか、今回移転されたその元地の部分、まあ、低平地というふうにここでは呼んでおりますが、そこをどう利活用していくのか、もしくは維持管理、マネジメントしていくのかということも、今非常に大切な課題となってきております。まあ、こちらは石巻の雄勝地区というところの一つのそのような、まあ利活用事例でございますが、そのようなものをどのように、まあ、公民連携で進めていくのかということですね。で、これらの技術ですけれども、まあ、東日本大震災で突然必要になった、もしくは出てきたわけではなくて、これまでもそのような伝承というものを行われているわけでして、東日本大震災からの復興でも、さまざまな知見が生かされたところでございます。例えば阪神淡路からですと、住宅復興に関して、多様な選択肢が必要だということで、まあ、単に公営住宅を作っておしまいというわけではないよという話であるとか、まあ、街づくりというものが重要だと、住民の意見をどうちゃんと聞くのかということも非常に重要だということであるとか、奥尻からは津波、同じ津波災害からの復興という観点からの知見、それから中越からは人口減少社会における復興のあり方ということで、まあ、特に移行把握が非常に重要であるということも学んでおります。それから平時の都市計画、まちづくりからの知見というものも、まあ、様々なそういう知見を生かしながら今回の復興も行ってきておりまして、まあ、同じような形で今回の復興からまた新しいフィードバックを出していくということが重要になってくるわけです。で、この復興都市計画まちづくりの分野というのは、この平時と復興をいかに知見やり取りをしながら、相互に連携させながらやっていくかということが非常に重要になってくるわけでございます。でじゃあ、どこに伝承、どうやって伝承していくのかということですけれども、まず一つ目、ターゲットとしては次の復興へということで、まあ、また同じような災害というのは、必ずどこかで起こるわけでございまして、まあ、その際の復興にも活用できる技術となりますし、それから近年進められております事前復興という取り組みですね。災害を受ける前に復興の取り組みを始めてしまうということでございますが、そのような事前復興への取り組み、それから平時の都市計画、まちづくりへの取り組みということで、まあ、これらに伝承していくと。でこれらを、まあ、学会としては論文や書籍、それから民間のコンサルタントを通じて、まあ、様々なルートを通じて伝承していくということが考えられます。
都市計画学会におきましては、現在、防災特別委員会というものを設置いたしまして、東日本大震災を含めたですね、さまざまな災害リスクにどのように対応していくのかということを考えようということでございまして、ちょうど明日実はそれに関するシンポジウムも行う予定でおりますけれども、もしご興味がございましたら、都市計画学会のホームページを覗いていただければと思います。以上でございます。ありがとうございました。